アニメ化。時は宇宙世紀 0096、ラプラス事変時。強大な鉄器に仲間が撃墜される中、一人残された新型ジェガンのパイロットは、信じられない能力を見せようとしていた。スターク・ジェガン。型式番号、RGM-89S。小説及びアニメ、機動戦士ガンダムユニコーンに登場。ジェガンの強化プランとして、シャアの反乱後に作られたプロトスターク・ジェガン。一説ではアクシズ落としのような、地上への脅威に対抗するための長距離支援機にするために、前進への増加装甲で防御力を引き上げ、火力の強化も通常のミサイルから、核ミサイルまで搭載可能にしたと言われるこの機体は、某試作ガンダムのように核をぶっ放す機会はなかったものの、ジオン残党などを相手に予想以上の戦果を上げていた。そしてその設計は開発中であったジェガンのマイナーチェンジ版である、ジェガン D 型の艦装形態の一つとして組み込まれることになるのだが、指揮官用として使われることになったその形態は、数ある量産機たちの中でも類稀な縁を持った仕様であったという。それが厳しい予算事情を乗り越え、ジェガンの限界を大きく打ち破った仕様、スターク・ジェガンである。本機はジェガン D 型の艦装プランとして、軍縮の影響を受けた予算事情の中でも、大きな性能アップを図れる仕様として作られており、その特徴として増加装甲は、プロトスターク・ジェガンと共通している部分も多い一方で、両前腕部や両肩部、さらに胸部や両足の前後には、D 型に合わせた新たな装甲が追加されており、頭部のカメラ部分の下にも同色の装甲を装着している。また、コクピットはプロトと異なり D 型で新たに採用された、コントロールレバーとタッチパネルで制御するものになり、それに伴い二人用であったプロトと違って、操縦難度は高いが一人で全ての機能を使えるようになっている。その他推進系に関しては大小含めて、上半身は両肩部に8機と、バックパックに8機の合計16機、下半身は腰部前後に5機と、両頸部に8機の合計13機はある一方で、その総数は29機とプロトよりは少なくなっているのだが、こちらはかつてのガンダム7号機のように、設計段階からオプションの装着を前提としているため、その適合性が非常に高く、アンバックの恩恵も含めて優れた運動性を十分に発揮できるようである。さらに本機の各装甲やオプション武装は切り離せるようになっている上に、その装着状態に合わせた推力の調整が、自動で行われるようになっているため、例えば最初は鉄器に遠距離支援機と思わせておいて、途中でオプションを切り離し、一気に速度を加速してバリバリの接近戦に持ち込むといった、鉄器の強突くという戦術も可能になっている。もっとも、その分使いこなすためにはかなりの技量が必要であり、それゆえに本機は指揮官クラスのための仕様になっているようである。武装に関しては頭部のバルカンポッドシステムが1門。両前腕部の装甲にはビームサーベルを合計4本や、2連装グレネードランチャーを合計2機まで、選択式で装備できるようになっており、蛍光武装はジェガン用のビームライフルや、通常と3段の2種類の弾薬が使えるハイパーバズーカ、ジム2のものを改良したビームライフルがあり、さらに両肩部のオプション武装として、ジム3から受け継いだ3連装ミサイルポッドが用意されている。ちなみにプロトスターク・ジェガンが装備していた大型対艦ミサイルは、装備可能説がある一方で本機では廃止されたとも言われているほか、胸部左右の機関砲も本機ではダミー弾の発射口になっている。そして本機はロンドベルのいくつかの部隊に配備され、その中でもクラップ級巡洋艦、キャロット所属の本機は、ビスト財団と袖付きがこっそり進めようとしていた、地球連邦政府の根底が揺らぎかねない取引を阻止する任務の際に、際立った活躍を見せることになるのだが、最初はジェガン D 型2機を両機として出撃したものの、迎撃に来た袖付きのマリーダクルスがカル、クシャトリアのファンネルでいきなり両機が2機とも沈められ、ニュータイプ機を相手に、1機だけで戦わねばならない状況に陥っていた。普通のパイロットならば即仕留められてしまいそうな状況だが、このパイロットはただ者ではなかったようで、
そこからバズーカの散弾やミサイルポットを乱射しては、クシャトリアからファンネル制御に集中する余裕を奪い、弾幕を回避せざるを得ない状況を作り、そこから使い終わったミサイルポットを切り離してすぐに、右腕部の装甲でコクピットを守りながら高速で接近し、何度もビームサーベルで切りつけては距離を取り、最後は太陽を背にしながら突くという、計算し尽くされた戦術を展開するのだが、対するマリーダの戦闘センスも相当なもので、彼女の起点で繰り出された、クシャトリアの肩のバインダーの逆噴射で一つする勢いを殺されては、逆にビームサーベルで両断されてしまうなど、最後はパイロットの残留思念なのか、袖付き目、という声とともに空に散っていったのであった。ちなみにこのパイロットの素性は未だに明らかになっていないのだが、どうやら彼はシャアの反乱時のアムロの動きを見てから、対ファンネル機の戦い方を研究していたようで、数々の軍の研究機関が取ったニュータイプへの対抗手段は、擬似的なニュータイプの再現というものがほとんどであった中で、ニュータイプとサイコミュの関係を分析して、戦術として対抗手段を作ろうとしたという、非常に困難な壁に挑んだ何気にすごい人物であった。そんなパイロットと共に進んだ本機の活躍は、ただの敗北だけでは終わることのない、大きな縁に恵まれていたと言える機体だったのかもしれない。ちなみに言及はされていないものの、漫画、星月のかけらに登場した本機のパイロットも、リゲルグ2機とドーベンウルフ3機を短期で沈めるという、劇中でも撃墜王と呼ばれるほどの実力の持ち主であり、名前や顔は出ていないが、おそらくはクシャトリアと刃を交えたパイロットではないかと思える、見事な無双っぷりを披露している。その他、キャロット所属機と違い印象的な活躍は少ないが、別の部隊の本機もいくつか登場しており、アニメ版ではネールアーガマ所属のガロム中尉機、小説版では同じくネールアーガマ所属のマコ中尉機や、クラップ級巡洋艦、テネンバウムに配備されたものも登場している。余談だが本機はラプラス事変と同時期が舞台となる小説、不死鳥狩りの世界では、ヨナバシュタやイアゴ・ハーカナが所属している、シェザール隊の機体としても使われており、その中のイアゴに関しては、不死鳥狩りとは時代設定が異なるアニメ版ガンダムユニコーンと、ガンダムナラティブの間の時期が舞台となる獅子の帰還においても、ゼネラル・レヴィル所属のモビルスーツ部隊の隊長として本機に乗り込んでいる。今回の解説はこれで終了となります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。